ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-7693 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-7693。オブジェクトクラス、イーセテリック。セカンダリクラス、アンコンテインド。マリサ、いきなりで悪いんだけど、知らない用語が出てきたから解説をお願い。ああ、イーセテリックとアンコンテインドのことだな。イーセテリックは、特殊クラス群と呼称されることもあるオブジェクトクラス群に属するクラスであり、諸事情により、通常のオブジェクトクラスに指定することができない SCP オブジェクトに付与されるクラスだぜ。簡単に言うと、例外的な SCP オブジェクトに付与されるオブジェクトクラスということね。ああ、そんな感じだ。アンコンテインドは、そもそも財団の収容下になく、オブジェクトクラスの分類に必要な情報が不足している SCP オブジェクトに付与される、サブクラスのようなものだな。調査が進めば、セーフ、ユークリッド、ケテルのいずれかに分類される可能性はあるものの、現段階では分類に必要な情報が不足しているオブジェクトに付与される暫定的なクラス、みたいな感じということね。ああ、その通りだ。では、続きをどうぞ。特別収容プロトコル。地球上に存在するすべての牛か動物に影響を及ぼす可能性が存在することから、現在、SCP-7693 の収容の試みは保有されています。過去に提案された収容手順に関しては、ホイミを参照してください。SCP-7693 の恒久的な収容方法、あるいはその影響の無力化方法が確立されるまでの間、SCP-7693 の及ぼす影響を隠蔽することを目的に、ニュークラス記憶処理薬の広域散布が許可されています。説明。SCP-7693 は、地球上に存在するすべての牛か動物に、鳴き声を発することが不可能になるとの症状を呼び、鳴き声を発しようと試みた際に異常効果を誘発する特性を付与する性質を有する、未知の異常現象です。SCP-7693 が確認されて以降、牛か動物が鳴き声を発しようと試みると、非異常な鳴き声が発せられる代わりに、任意の確率で様々な異常効果が観測されるとの現象が確認され始めることとなりました。これまでに行われた観察では、発生する異常効果に規則性は確認されていないことから、発生する異常効果の種類を予測することは困難であると考えられているものの、いくつかの効果は他の効果と比較し、頻繁に発生することが確認されています。頻繁に発生することが確認されている効果には以下のようなものが存在します。1、鳴き声を発しようと試みた牛か動物の頭上に、ムー、と記述された紙が出現する。2、鳴き声を発しようと試みた牛か動物の周囲に存在する人物により、ムー、と感じられる匂いが知覚される。3、鳴き声を発しようと試みた牛か動物の頭上に存在する雲が、ムー、との文字を形作る。4、鳴き声を発しようと試みた牛か動物の周囲に存在する人物により、ムー、との発声が行われる。多くの場合、発声した人物は自身の行いに困惑することとなる。ホイ1、SCP-7693 に起因する特筆すべき効果例。以下の記録は、記憶処理が施される前に関係者より得られた、SCP-7693 に起因する特筆すべき効果のリストである。示される効果は、それぞれ一度のみ観測されたものであるが、今後提案されるであろう収容案の策定に利用することを目的に記録されている。観測された効果。鳴き声を発しようと試みた牛か動物の頭上に100頭の牛か動物が出現する。補足事項。出現した牛か動物はそれぞれ相当数の重量を示したものの、地面に落下した際に観測された衝撃はごくわずかなものであり、落下に際し負傷した個体も観測されなかった。牛か動物の落下を目撃した人物は、その様子を小ぶりの心地よい雨のようだったと証言している。観測された効果。世界各国の政治関係者の全てが、30分間牛か動物に帰還される。補足事項。帰還された牛か動物は、発生による意思疎通が不可能であるにもかかわらず、驚くほどの知性と能力を発揮し、多くの国々で滞りなく政府運営をこなしてみせた。また、異常効果が継続している最中、多くの国々で乳牛に関連する法案が可決されたことが確認されている。観測された効果。鳴き声を発しようと試みた牛か動物の周囲に、標準的な牛か動物の10分の1程度の大きさの牛か動物が出現した。さらに、出現した牛か動物が鳴き声を発しようと試みると、標準的な牛か動物の100分の1程度の大きさの牛か動物が出現した。
このパターンは、1立方プランクサイズの牛か動物が出現するまで継続され続けた。補足事項。財団所属の量子物理学者により行われた最後に出現した牛の研究により、有意な発見がなされた。その後、ヒッグス牛と題された素粒子物理学に関する複数の論文が財団内において発表された。ほいに、提案された収容手順。以下の記録は、これまでに提案された SCP-7693 の収容案及び、その採用が見送られた理由に関するリストである。SCP-7693 がもたらす影響は、社会の恒常性に対する大きな脅威であることから、その効果的な収容方法の確立が、現在の最優先課題であると考えられる。提案された収容手順。SCP-7693 に起因する異常性を示した牛を専用に収容する牛小屋を、主要な財団サイトの地下に建設する。却下理由。試験的に収容用の牛小屋が建設されている最中、建設現場において SCP-7693 に起因する影響により、表面に、ムー、との文字が記述された複数の核弾頭の出現が確認された。核弾頭の出現は一種の警告であると結論付けられ、当該収容案の採用及び計画の進行は、さらなる事案を発生させる可能性が高いとの理由により、採用は見送られた。提案された収容手順。地球上に存在する全ての牛か動物の肉体に、小型のスクラントン現実病を埋め込む。却下理由。実験により、SCP-7693 に起因する異常効果が発現する前でさえ、牛か動物の周囲においてスクラントン現実病が機能を停止させていたことが明らかになった。現在、SCP-7693 に起因する異常効果を発現した牛か動物並びに、発現する可能性がある牛か動物には、何らかの方法により対現実改変能力に対する自然耐性が付与されていると考えられている。提案された収容手順。財団が保有する特殊な宇宙航行技術を用い、地球上に存在する全ての牛か動物を居住可能な太陽系外惑星へと移送する。却下理由。SCP-7693 に起因する異常効果により、居住可能であると目されていた惑星の全てが惑星サイズの牛に帰還された。現在、惑星サイズの牛に標準的な牛か動物を居住させることが可能であるかに関し、調査が継続されている。ほいさん。事案記録7693。SCP-7693 に起因する異常効果が初めて観測されてから3週間後。SCP-7693 に起因する異常効果により、肉体に USB ポートを備えた牛の出現が観測された。USB ポートを用いコンピュータに接続すると、その内部に2つのデータファイルが確認された。最初に確認されたデータファイル名はムープラステキストであり、以下に示す文章が記録されていた。こんにちは、ムープラス、ザ・オルタネート・ムーニング・モットをご利用いただきありがとうございます。古ぼけた退屈なムーに飽き飽きしていませんか？人生に刺激が欲しいと思いでは？これはそんなあなたにぴったりのモッドです。あなたは好みの粒子をダウンロードし、その牛を操作し、活性化シーケンスを実行するだけで、魔法のような出来事を目撃することができるでしょう。当モッドの作成者であるカウキューバー69は、モッド仕様に際し発生した、いかなる流入関連の存在に対しても一切責任を負わないことに留意してください。二つ目に確認されたデータファイル名は、アンインストールエグゼであり、当該データファイルを実行することにより、SCP-7693 に起因する異常はほとんど観測されなくなった。SCP-7693 に起因する異常効果の中で、現在も残存し続けている影響は、地球上に存在する全ての牛か動物が鳴き声を発することがなくなったとの事実のみとなっている。そのため、過去に記録された牛か動物の鳴き声は全て創作、捏造されたものであり、牛か動物が鳴き声を発することはないとの情報を民間人に植え付け、その知識への信頼性を補強することを目的に、現在の収容プロトコルが策定されました。報告書の紹介は以上だ。地球上に存在する全ての牛か動物から鳴き声を発する能力を奪う性質と、対象となった牛か動物に鳴き声を発しようと試みた際に異常効果を発現させる特性を付与する性質を併せ持つ、謎の異常現象、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。異常性が最初に確認されてから3週間後に出現した USB ポートを備えた牛を開始アクセス可能となったデータを実行することにより、牛か動物が鳴き声を発しようとした際に確認されていた異常効果は観測されなくなったものの、牛か動物から鳴き声を奪った異常性は依然として残存し続けていることから、財団はその異常性への根本的な対処を一旦保有し、記憶処理薬の大量散布と情報操作を実行することにより、民間人に異常な状態を正常な状態であると誤認させ、事態を安定化させることに成功している、という状況のようだな。そうみたいね。
なんとなく、財団が実行した SCP-8900EX への対象を想起させるけど、あちらと違って、こちらは根本的に解決できる可能性が残されているという感じなのかしらね。ああ、少なくとも財団はそう考えているようだな。SCP-7693 に起因する異常が、何者かにより人為的に起こされているという事実と、その方法が一応判明していることから、対処の仕様はあると判断されているということなんだろう。もっと、つまり改造データの一種をウシカ動物に適用することにより、何者かがその性質を操作している、というやつね。ああ、その通りだ。USB ポートを備えた牛より回収されたデータは、既存のコンピュータシステムと互換性があるものであったことから、既存の技術を用い、通常の牛か動物が有する性質を上書きするというような対処も可能かもしれないな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。